貸せ。目標とは接触したはずだが、やけに静かだな。よし、もう少し接近するぞ。装備の確認は怠るなよ。よし、立体軌道で女型の巨人に接近しよう。ぼさっとしてんじゃねえ、行くぞ。女型の巨人め、逃がすものか。絶対にここでとっ捕らえてやる。高速を振りほどきやった。逃がさない、絶対に。女型の巨人が壁に近づいてるぞ。絶対に逃がすな。もうすぐ女型が壁に近づく。今度こそ仕留める。みんな攻めかかれ。罠にかかった。やるなら今しかねえ。女型の巨人を逃がすな。絶対にここから外へは行かせん。絶対に逃がすもんか。必ずここで捕獲する。決着をつける。必ず。あんなに体力が残ってやがるのか。ちくしょう、どうしろってんだよ。けどきっと女型の巨人も疲弊してるはずだ。体勢を立て直して一斉に攻撃を仕掛けよう。今だ。カヤ、一斉にここにいその日、人類は思い出した。100年の平和は突如出現した超大型巨人によって壁とともに破壊された。巨人の侵入を許した人類はボールマリアを放棄。おい、貴様！はっ！貴様は何者だ？シガンシナク出身、アルミン・アルレルトです。そうか、バカみてえな名前だな。親がつけたのか？祖父がつけてくれました。アルレルト、貴様は何しにここに来た？人類の勝利の役に立つためです。それは素晴らしいな。貴様は巨人の餌になってもらおう。3列目、後ろを向け。貴様は何者だ？トロストク出身、ジャン・キルシュタインです。貴様は何のためにここに来た？憲兵団に入って内地で暮らすためです。そうか、貴様は内地に行きたいのか。はい。おい、誰が座っていいと言った？こんなところでへこたれるものが憲兵団になどなれるものか。何者だ？出番だな。ほらやった。すまない、仲間はしません。そうか、お前もバカみてえな名前だな。アホ面下げてここに何しに来た。ほう、せいぜい頑張るといい。ただし貴様の死体が分かるように目印をつけておけ。第104期訓練。今の貴様らはそんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き、今日は立体機動装置を使って、出来の悪いやつは今からでも開拓しに移ってもらう。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。難しそうだけどみんな一緒に頑張ろうな。開拓地域なんてごめんだからね。遅い、何をちんたらしている。トーマス・ワグナー、できないなら貴様だけ歩いて移動するか。やってみせます。いいなカロライナ、何をしている。そんなざまでは家畜以下だぞ。必ずやり遂げます。いつまでちんたらやっている。とっとと移動せんか。貴様遅すぎるぞ。どこを散歩していたんだ。次は巨人を模した目標を相手に戦闘の基本を学んでもらう。まずは小さい巨人からやってもらうぞ。巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。貴様は次の訓練に進め。他の者はそのまま攻撃訓練を続けろ。先に行かれちまった。やっぱり僕には向いてないのか。次は大型の巨人だ。巨人によっては攻撃すべき部位が複数ある。確実に狙え。訓練だな。サボっちまうか。さっさと次の訓練地点へ向かえ。やっと終わったか。クリスタ、少し休んでから行こうぜ。そんなこと言わないで頑張ろうよ。あなたを見習わないとね。これより本日最後の訓練を開始する。これから周囲に多数の目標が出現する。迅速に索敵し撃破せよ。それでは始め。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃん獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつだ。なんかこういうのって燃えますよね。まるで狩りみたいです。たとえ訓練でもエレンを一人にはできない。巨人と戦えるってことを示してやる。お互い頑張ろうぜ。中間成績を発表するぞ。まだ時間は残っている。総員引き続き励め。手は抜けないね。私は憲兵団に入りたいから。ついてくならミカサかライナーか。なんだお前かよ。おいおい、なんだよその立体軌道は。少しは俺を見習ったらどうだ。体動かすのは得意な方だけど、みんなの勢いに飲まれそうだ。技術を高めるため競争は必要だと思うけど、こんな訓練で実戦につながるのかな。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。今回の訓練の最優秀成績者はお前だ。お前すごいんだな。この程度で浮かれるなよ。油断していると痛い目を見るぞ。これで本日の訓練は終了だ。希望する者は引き続き自主訓練を続けろ。大丈夫か。捕まれ、引っ張り上げる。今行く。無茶させやがって、焦って姿勢を崩したんだな。でも無事でよかったよ。戻ろうか。調子はどうだ？やってやる。の仕事だ。やるぜ。よどうした？お母さんに会いたい。貴様ら、やる気がないな。トーマス・ワグナー、ミーナ・カロライナ、貴様は豚小屋出身だったな。とはいえ一生懸命やっしばらく立ち直れないよ。私本当に豚になろうかな。もう十分頑張ってるつもり。こんな状態で私たち兵士になる。だけど今よりも訓練、うん、全力で取り組んだ結果が今の成績なわけだし、あなたはどうすればいいと思う？いろんな人の知恵。確かに同期には優秀な人がたくさんいるんだし、長所を学ぶか。それを意識して仲間と交流すればいろいろと得るもん。よし、後でお互いのやるよ。もっと兵士を。子はどうだよ。やるわよ。元気かな？怪我とかしてない？お腹が減りました。やりますね。おい、魚、ほれ、落とし物だ。そうか、もう落とさねえように気をつけろよ。いいってことよ、気にすんな。俺はハンネス、一応駐屯兵団の隊長をやってるもん。お前も104機のく。そうか、お前もエレンや俺たちと同じくシガンシナクにいたのか。シガンシナクといえば104機にはエレン以外にもミカサやアルミンってのがいるだろう。あいつらも肉親をな。お前も同郷なんだし、困ったことがあれば俺を頼ってくれよ。おう、今度はエレンたちも連れてまた会いに来いよ。まあとにかくこれからいやいろその日誌は休息も兵士の仕事だ。元気かな？体力つけなく人類の未来のためだ。ああ、君か。仲間を助けるの。ライナー。なんだお前らまで。俺たちに何か。二人とも立体起動装置の扱いがうまいだろう。すまん。その君たち。僕は二人はどこのし。僕とライナーは。じゃああの日。内地勤務の憲兵だ。自分の命を大事に。俺は帰れなくなる。俺はでそうか。だから君はそうなんだ。故郷を取り戻しいつか。さあな。ああいや調子はどうだ？ではこれより。よし、ここから巻き返すぞ。けどまずは補給が必要だ。拠点を設営するんですよね。私の勘ではあそこが良さそうな気がします。開けた場所のようだし可能性は高いかもな。行ってみよう。これが実戦だったら俺たちとっくに死んでるんじゃねえか。じゃあここで失敗しといてよかっただろ。拠点確か刃やガスを補給できる場所を作るんだったよな。ああ、その通りだ。実戦でも補給できる場所は大事だからね。これで刃もガスも補給できましたね。集合地点に急ぎましょう。待ってくれ。不測の事態に備えてもう一箇所拠点を設営しておこう。またコリに突っ走られたら俺たちは教官に悪かったよ。もう死ねえって。この近くにも補給できる場所を作っておくんだよな。ああ、実戦を想定するなら予備の拠点があった方が良さそうだ。よし、これで予備の拠点もできたな。今度こそ集合場所に急ぎましょう。遅いぞ、貴様らが最後だ。何をちんたらやっておった。申し訳ありません。まあいい。では次は巨人。一斉に攻撃を行う訓練だ。貴様らはすでに出遅れている。すぐに始めろ。お前が合図してくれ。合図をしたら一斉に目標を攻撃するんだ。みんなで V を狙って一気に倒しましょう。ある程度はできるようだな。これより最終訓練を開始する。訓練用模型が森の中に多数出現する。迅速に索敵し討伐せよ。破壊した部位の数が評価対象となる。班で協力しより多くの部位を破壊しろ。それでは始め。ラスト刃を切らしたと聞いていたが、ここまで盛り返すとは。奴らをまとめているのはあいつか。班なんだから足引っ張んじゃねえぞ。なんだと？じゃあてめえこそ足引っ張んなよ。おい、これ俺たちいい線いってるんじゃねえか。やれるぞ。きっとお前がうまくみんなに合わせてくれてるからだ。すごいな。お前周りに合わせるのが相当うまいんだな。私たちのことをよく見てますよ。本当だな、いい感じだぜ。確かに最初から任せときゃよかったな。週間成績を発表する。まだ時間は残っている。気合を入れ直せ。おい、これは勝てるぞ。まだ勝負はついてません。油断しないでください。そうだよ、他者の言う通りだ。ああ、最後まで油断せずに頑張ろう。エレン、何やってんだ。はあ、今のはお前がヘマしたんだろうが。ちょっとハンデの訓練なんだから仲良くしようよね、ベルトルト。ああ、そうだね。もうすぐ終了だ。最後まで力を尽くせ。兄、一人で突っ走らないで。突っ走ってるのはあんただよ。この班怖いな。ミカサも兄もすごい実力だし、もっと力を合わせれば。ミカサの方にその気があればね。今回の訓練の最優秀班を発表する。今回の訓練の最優秀班は貴様らの班だ。やった、お前のおかげだ。よっしゃー、やっぱ俺天才かもな。私たちやりましたね。一時はどうなるかと、とりあえずよかった。訓練はこれで終了だ。各自戻って体を休めろ。解散。今期の訓練兵は粒が揃っていますね。これは期待できそうです。アッカーマンをはじめ成績上位陣はほぼ決まりでしょうか。確かに見どころのある兵士は多いな。104期訓練兵は3年にわたって巨人と戦うためのありとあらゆる術を叩き込まれた。厳しい訓練を経て訓練兵団を卒業した兵士たちは3つの兵団に配属される。王の下で民を統制し秩序を守る憲兵団、壁の強化に努め壁内の町を守る駐屯兵団、そして壁外に出て巨人の領域に挑む調査兵団。特に内地勤務となる。こんにちは。お母さん、今日も頑張ろう。くたばるにはまだ早い。貴様は今日も頑張ろう。こんにちは。じゃあどんああよし。お前はすごいよ。すげえ。こんにちは。やったぞ。私は私の意志に従う。ほう。王の近くで働きたいな。ありがとう。よっしゃ。兵士の責任を果たす。私はエレンを守る。ま、俺は天…やったな。